キャリアファッションブティックジョイナンバシティ1階。ラブウェイ、全ての終わりを感じてしまう時にさえ俺もラブウェイ、生きるために惹かれていく全てが愛しい。人間なんて愛にひざまずく。ラブウェイ Tonight 星の降る夜に願い事がただ一つだけ叶うなら。どうもこんばんは。名前言わなきゃダメですよ。いやいや、名前あなたがメインですから、あなた先に言ってくださいよ。いやいや、こんばんはって言った人から普通は名前を言う。いや、私こんばんはだけで。ダメダメ、名前から。はい、どうぞ。こんばんは、桂べかこです。財津和夫です。いよいよ始まりましたです、はい、始まりました。もういきなりこの息が合わんのが分かりましたですが分かりますね。どうしてこんなに合わないんでしょうね、僕たちは。で、まあこれから徐々にあやいんでございますけれども、財津さんと私とですね、だからミュージシャンと話しか、まあこういうカップリングはなかったと思うんでございますけども、これはなかなか面白そうですね。そうです、これはね、机の上で考えるとね、面白そうなんですよ、ね。やってみるとね、ようこける場合があるんですけど。タイトルが Kiss You。 どうです、私は恥ずかしいよう言いませんわ。でもこれはね、もう軽く考えればいいんですよ。はあ、軽いキスです。この番組を、はい、この視聴者の皆さんに届けようと、はあ、その程度のことですね。ああ、そうですか。僕はね、この番組になぜ出るかというと、はい、べかこさんの落語をただで近くで、一番近くで聞こうと、それが僕の意図ですから。いや、この番組では私落語しませんよ。いや、もう普段から落語してるじゃないですか。いや、この番組では僕はある種ミュージシャンになろうと、ミュージシャンそのようなつもりでやっておるんですから。どこが、いや、キス言う、おてへんでしょ、ほっといてくださいよ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Paging Mr. Johnson. Mr. Johnson. I'm Mr. Johnson. Over here. Excuse me. Yes. You forgot your package. Oh, thank you very much. Just a moment, please. It's a birthday present for my daughter. Oh, that's nice. How old is she? 話すってとても勇気がいるんですよね。だから通じた時の喜びって。私の英会話ジオス。ジオス。桃素肌モルセア。桃素肌モルセア。桃素肌モルセア。肌に優しいモルセア化粧品。桃素肌桃のモルセア。桃のモルセア。桃のモルセア。素肌に優しいモルセア化粧品。
次々続くルーレット、一度の失敗なんて何でもないことさ、明日になればもう誰も彼も忘れてる、恋はゲームだから、次々続くルーレット、一度の失敗なんてさ、去年の12月に東京ドームで、ジョン・レノンのね生誕50周年のイベント、なんていうイベントでしたんですか。グリーン何でしたっけ、なんとかワールドでしたね。そうですね、いいかいいかそれで一緒にお仕事なさってるんですけども、一緒にね、歌歌ったんです。面白かったですよね。面白かったですね。僕も初めての体験でね、アカペラで、ハモったのは楽器なしで、かなり合わさないとこうできないでしょ、ああいうのは。いや、どうだったんですか。ほとんどリハーサルやってなかったですよね。そうか。だって当日にね、当日初めて会ったようなもんですから。外国から帰ってきて、あ、そうか、僕が悪かったです。そう、リハーサルなんて一切なしで、電話で、こういう感じでやりたいんだけどって。電話でこうやって。そう、高川さんの方から、ね、音合わせたわけですか。それで、いや、じゃなくて、一応そのどんな感じでアカペラでやろうかっていうの分かんないとあれだから、うちでテープ取ったんですよ。僕が2回歌って、それを電話もらって、彼から、でこういうのちょっと作ってたんだけど聞いてくれるって言ってさ。スピーカーのところに電話こうやって置いてで2曲あったね、2曲あって、どうですって言ったら、いいですねみたいな話でじゃあこれでいきましょうかっていうことで、そのテープを送って、それで僕は外国行っちゃった。そうなんですよ。あのだだっぴろいあのステージでね、面白いですよね。2人だけでね、その前後がもうバシッバシッみたいなのがあったんですよ。だからもうでも帰ってそういう中でアカペラで2人で歌うとシューッとこう、もうそうですよね、もう狙った通りっていう、そういう感じだったんですかね。みんなそう、みんなみたいな、そうじゃないやっぱりあれですか、そのビートルズっていうのはお二人にとってすごい。そうですね、僕にとってはもう完全な教科書ですから。 もうあれでこういろんなもの全部覚えて、音楽も覚えたし、英語も覚えたし、歌い方も覚えたし、あの間違い方も覚えたっていう、そういう感じですからね。一番最初にドーンと来たものは何だったんですか、ビートルズで。僕は曲ですね、僕は曲が好きだったの。大地さんは。うん、やっぱり曲かな。それとその4度とか5度とかの ハーモニーね、変わった感じのハーモニー、それとあの今までは
プレスリーとかね、あのアメリカ系のサウンドだったでしょ。はいはい、変わったなんか英語だなみたいな。あ、それもありますよね。何語か分かんないみたいな感じ、うん、英語の発音がちょっと違うんですよね、あのイギリスやから。リバプル、あとリバプルなまりっていうのが少しあって、はい、でベターをねベッツァーって言って、そうそうそう、ベッツァーって、もうバターなのかベターなのか分かんないっていう。そうそう、なるんだ、ね、どっかなっちゃうね、うん、なるなる。会われたことあります？あ、ないんですよ、うん、僕はないですよ。財津さんあるんですよ。僕はね、あのポールとねジョンとジョージに会いましたよ。ほら、自慢なんですよ。確かね。でもジョンはね、相当自慢してたね。違う違う。ジョンはそんな会いましたっていう感じじゃなくて、一方的に会ったらサインしてくださいって言ったらね、しないとかって言われちゃったんですよ。あ、日本語でサインしてくださいって言ったの。そう、あの小野陽子さんとジョン・レノンさんとお二人で喫茶店にいて、東京にいて、で偶然会って。そういう時は財津さんももう素人になってしまうわけですか。うわジョン・レノンどの横やがなと。そう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 。それでもサインしてくださいって言った時ナプキンかなんか持ってたんじゃないでしょうね。いや普通の紙と鉛筆も、鉛筆とかペン持ってたら、でもちゃんとした紙を持ってた。そうそう、しない、しない、日本語で言われちゃった。でもそれ横でスルーって言ってもしてくれなかったからやっぱダメですかね。いや、ベカ子さんはビートルズの出会いっていうのは、いやもうあんまりねビートルズの影響を受けてないんですよ。それでそういう髪型をしてらっしゃる。関係ないですね。何ですか。いやいや関係ないですね。あんまりね落語にビートルズを取り入れたりとかねそれはありませんしね。でもその時にその旦那はIt's been a hard day tonightとかってやったらやらないですね。はい、いや世代としてはそう僕ら一緒なんですけど、ヤーヤーヤーとか、そうですね、イエローサブマリン、そうですね、その間にヘルプっていうのはあるんですけど、そうですそうです。でも影響というかそれはほとんど受けてないですね。あ、そうですか、うん、でも財津さんはビートルズよりはプレスリーにでも本当に影響を受けてるんですか。そんな世代の差はないですよ。いやもうだって1年違うもう大変ですよ。違うか。いや影響は受けなかったんですけどね。プレスリーはコピーはしなかった。あのねラブミーテンダーとかね好きでね、あのうちの兄貴がそういう世代でしょ。あ、だから影響が受けましたよね。ブラザースフォアとかね。ブラザースフォアね、うん、あのピーター・ポール&マリーとか、はい、あれはもう結構、あ、もう僕らの世代でしたっけ、うん、あれは。そうですよ。ニール・セダカとかどうですか。ニール・セダカ好きでしたね。あ、やっぱりね似てます。ビートルズと似てるんですね。似てるでしょ、やっぱそう思ったでしょ、うん、僕はねあの実のこと言うとビートルズよりもニール・セダカの方が好きだったんですよ、うん、これねあの変なガキだったんですけどね、6つの時に、うん、あの英語の歌を覚えて歌ってたんですよ、うん、そのチューチュー・トレインっていうの知ってます、うんうん、チャギンダンダトラックっていう歌があるんですけどね、これが好きで、でそしたらね、小学校3年ぐらいになると今度は外国のものがあんまりなくなってくるんですよね。で、あの橋幸夫さんとかね、坂本九さんとかああいう人たちがいっぱいテレビで出てくるようになって、私は板効果さ覚えましたね。だから高校3年生も覚えましたけどね。それでもうちょっとするとビートルズが出てくるんですよ急に。それでまた英語復帰になって、でその時に最初思ったのがなんてニール・セダカに似てるんだろうなと思いましたもんね。それでこう惹かれたっていうのは。曲いいですよね。いいですよね、うん、すごい、もうすごい。それとハーモニーがね、そうダズビダンドビディダン、うん、今度やりましょうか、ね、いいですね。大好きそれね。あの転調するとことかもね大変ですよ。あれは結構ビートルズの転調似てますよね、うん、なんか全然ついていかれへん。いや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 話に、ね、竹川さんね、僕らがチューリップとして、あの僕ら福岡でしょ、うん、で東京行って、で石川隆彦っていうねあのギタリストがいるんですけど、あの僕らよりまだ年上ですけどね、で彼のところに遊び行った時に、いやーすごいやつがいるんだよって言うんですよ。で高校生なんだけどって言ってね、テープ聞かせて、自分で作ったやつだろ。そうですよ。でも英語のね歌なの。竹川さんもう今思えばそうだったんですよ。いつか聞こうと思ったんだけどずっと忘れてたんだけど、いやいやいや高校生でとにかくすごいやつがいるって言って、まだその時こういうオープンリールのデビューでガシャッとかって聞かせてくれた。へーとかって思って、すごかったんですね。すごかったんです。今はなんなんですか。今もいやましてすごいですけど、昔からあのねそのノートの端っこのこう余白があるでしょ、あそこへね五線紙を書いて、それで譜面を書いて、で下に歌詞を書くというね癖がその頃からついてるんですよ。だからね白い紙じゃないと作曲ができないっていうねそういう時期ありました。私がペラペラ漫画作ってたぐらいですよ。なるほど。歌詞でいろいろ違いがありますが、結構入り込んでね。その当時作ったやつ、あのハピネスとかっていう曲知ってます、なんか、高さんの僕の要するにもう五代後
のになってから出してビールの宣伝とかでやってた曲なんですけどね。いや知ってるかも。それをその頃、それなんかもうその頃の曲ですよ。おかしかったですよ。それもうだから石川さんちでもやってる。あ本当に当時。じゃあ聞いたはずだね。でも今はね、まあ、いろんな人に影響を受けてこう来たんですけど、反対に影響を与える側でまた人の曲も作りの、ね、そうですね。あれですけども、その随分同じ人に書いてたりしますよね。そうですね。松田聖子さんの曲は2人とも書いてあるんでしょ、うん、僕の方が後釜ですね。僕はあと中森明菜とあとは酒井紀子さんとか、それから浅香唯さんとか。同じ系統ですね。あ、系統。あと誰書きました？ちょっとだいぶ書いたから覚えてないけど。あ、本当？うん、だ似てます？だ似てますよ。あ、うん、本当。アイドルと言われるような人たちにその曲を書くっていうのはどうなんですか？いや、そうなんで、これが歌えんのかとか、それぞれイメージで作るわけですか？あのね、僕は一応そのつもりで作るんですけどね。うん、でもだいぶ経ってから全部聞き直すと、別に何の区別もしてないなって思うことありますけど、どうですか？いやむしろそっちの方がね、やっぱりその作り手のイメージが出た方が、あらやっぱりプロデューサーとしてもいいんじゃないでしょうか。だから ということは全然気にしてないっていうことですか。うん、あんまり逆に僕気にしないで、あ、やっぱそうなの。声域っていうかその人の出る、あ、音域のあるでしょ。それにやっぱりそれだけは気にする。うん、あ、縛られることがちょっと苦しい時ありますね。ああ、やっぱりね。僕だったらここ行きたいんだけど、ここまで行きたいって、そうそう、ここで我慢しようみたいな、とか下もね、下もね。僕なんか特に下があるな。あ、そういうことって、こうこの辺からこうに行くとかっこいいんだけどって、でもカットみたいなのってのはよくありますけどね。作りやすい人と作りにくい人とあります？いや、それはだって作ってる時は同じですもんね。うん、でもやっぱりこう歌の上手い人にはさ、なんか気持ちよく作れるじゃないですか。こういう風に歌ってくれるだろう。でもきっとこう作ってもこういう風にはならない、こういう感じでは歌ってくれないだろうなっていうのがあると辛いものありますよね。うん、なるほどね。なるほどね。なるほどね。とかって言っちゃった。いや、でも意外とそんなのがヒットしたりするわけでしょ。そうですよね。こっちの。そうなんですよ。意外と全然関係なかったりしますね。それってね。僕のねイメージとね全然違う形で、あのプロデュースされてても、それがヒットすること多いんですよね。多い。いや多いんですよ。多い。やっぱり自分で自分のものを作ってるとヒットしない理由がよくわかります、ね。でもなんかヒットしたらその悔しいとかね、もう腹立つなっていうかありません、ね、それ自分が作ったもんですけども、うん、いやですから、あの自分のその歌の中に同じものを、同じエキスを ねっていうか、まあ全く同じだと言ってもいいんですけど歌ってるんですけど、それには誰も引っかかってくれないんですよ。でやっぱりこう売れっ子のアーティストが歌うとちゃんとヒットするわけでしょ。だからやっぱりメロディーじゃないなっていうか、音楽じゃないな。結構愚痴ってますね。1回目から愚痴ですね。あのね、私は全くそういうのはできないんで羨ましいんですけど、そのお仕事でなくって、例えば好きな女の人にこれは君のために作った曲だよとかね、まあ短いのでもいいですけどプレゼントなさったことありますか？ありますよ。何度もありますね、それは。あ、そうですか。もうそれが唯一の武器ですからね。こちらとしてやっぱりやってあるんですよ、そういうこと。やりましたね、やっぱり。いや、この頃はね、もうね、例えば指輪とかネックレス、そんなも喜びませんもん。その形のないものとかね、そういうの一番喜びますもん。うん、それやったことありますよ。いや、ないですね、それは。ない、うん、それだけはちょっとね、絶対なかったですね、それは。損しましたね、随分ね。プレゼントの、ね、あの形としては、あのカセットに入れるんですか？あのね、昔はカセットなかったですよ。だから、うん、あのねえねえ、オープンリールのさ、こんな小さいやつ知ってます？ちっちゃいの？サンゴさんね、オープンリールのやつがあるわけ。でそれをその今でいうディスカウントショップですね、うん、あの前言うその質屋さんですね、うん、行って買ってきてね、いくらだったら140円ぐらいかな、うん、なんかそれで買ってきて、でうちであのキュッて音のするってブレコだしてます、うん、なんかこうあのプレイしたり録音したりするときにさ、うん、キュッて入っちゃうやつ、それに入れて、でも言葉やっぱり恥ずかしいから言葉は入ってないんですよ。うん、そのただ歌だけ。でも電話かかってきたり しません。ああ、あんまりしたかったですね。持っててなかったのかな、やっぱり。直接ないんですか、彼女を前にしてこうしながら。ああ、一回歌っ
ってあげたことありますね。それやってまねがな来たらこのあります？ないですよ。なんでないんですか。一人振りがあるな。私らは一応司会者や。あ、そうか。おかしいな。でもありますね。ありますけどね。でも大変だった。だギター、でどういう状況ですか。てか公園で歌ってましたね。あ、夏の夜の公演だったかな。歌ってくれって言われるわけでしょ。そうですね、言われて。だからじゃあその時はうまくいったんでしょ。ギターを持ってその時は、うん、いやいやいや公演、夜の公演で歌ってくれって言われて歌ってあげたわけでしょ、うん、それはうまくいったんでしょ。結構いやいやいや、そんなそのままうまくいかないのがやっぱり人生ですよ、やっぱりね、うん、けど考えたら面白いですね。夜の公演でベンチに座ってる彼女の横でこうやってね、そうそう、知らん人が見たら流しのおじさんかなと思って。おじさんやってるよ。おじさんじゃまだまだ若かったです。今やってたらもう大変ですけど ね、 今若いけど流しの勉強したはねえなってなもんでしょう、ね、違うもん、ね、そんなことはないですけどね。もう先には五大悟になると思うんですよ。知らん人が見れたら本当にそれは大きな武器だと思いますもん。でも武器ですね。私がね、話し会から言って君のために小話を考えてきたよって言ってそれやったから言って小話にテープ入れて送ったってそんな喜びませんよ。あ、でも今だったらね、うん、今って受けるよね。だってさ、あの面白い人っていうのは持ってるでしょ。あ、今そういう時代ですもん。そうそうそう、違う、今若かったらよかったですね。違うか。いや、面白い人はね、あの持てない、アクセサリー好かれるんです。好かれるで好感は持てるんですけど、そっから一歩踏み出せない。僕も踏み込ましませんわ。なるほどね。もう好感は顔が笑ってますよ。でもえ、いや本当に好感は持つけど、そこで襖閉めとるんですよ。なるほど。この襖開けるのにどれだけかかるか。あなた、なるほど、本当ですよ。最初食事してるでしょ、でわーわー言うてるでしょ。例えば財布さんと言ってもそうですよ。でわーわー言うて女の人がおりますよな、もう面白いわーとか言うて、次じゃあ歌歌いに行きますわね。私ら歌いませんから、まあ財布さんがね、心の旅かなんか歌いますよ。言ったことないじゃないですか。例えばの話、例えばの話、いやどうしてもどうしてもその一人の人を取り合いになった時なるほど、ね、出すと思う武器で心の旅を。そうほらもう絶対傾きますよ、ね、それまで私が喋ってたのは何よ。そうそう、じゃあ私は差し詰めそこでガンダラを歌わなきゃいけない。それは辛いな。ガンダラと心の旅では、でもやっぱ心の旅傾くやろな。いや俺負けそうな気がするな。やっぱりガンダラって言うとなんかお祈りしちゃいそうですからね。みんなそうだったらハピネスもかましたよろしい。ハピネスかますんですか。ハピネスはハピネスをググッとかましたよ。なるほど。話にもも打て、話にもも打て、どうしてなのちょっと教えて、足首あたしもゆりゆり、ガンダルはさすがパールのゆりっ子だ。お問い合わせは東京03-3903-3511。カンタブランチ1分クッキング、用意します。カンタブランチ1分クッキング、おいしい茹で揚げ麺、ハウスカンタブランチ。If I fell in love with youWould you promise to be true and help me understand? 'Cause I've been in love before and I found that love was more than just holding hands. If I give my heart to you, I must be sure from the very start that you would love me more than her. If I trust in you, oh please don't run and hide. If I love you too, oh please don't hurtis
sad if I knew love was in vain. So I hope you see that I would love to love you, and that she will cry when she learns we are two. 'Cause I couldn't stand the pain, and I would be sad if I knew love was in vain. So I hope you see that I would love to love you, and that she will cry when she learns we are two. If I fell in love with you, ooh, ooh, ooh. Happy birthday, sweet 16. Sha-l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 a. Happy birthday, sweet 16. Sha-l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 a. Happy birthday, sweet 16. 中に入るんですか。あ、どなたですか。いやいや、これ仲良しな。これが20世代です。ああ、いやー、今年3つぐらいの時。あ、そうですね。3つか、そんぐらいですね。いやいや、やってもらって結構ですよ。いやいやいや、いいですよ、いいですよ。私、いや、そんなただじゃない。小話考えてますか。ええ、ありがとう。でも、ニールセガだってね、シンガーソングライターも欲しいですよね。そうですよね。考えてもね。そう。だって、もともとね、あの人は、作曲家が先なんですよ。私のレコードを買って、ライナーノーツ読みましたから。最初が、なんだったかな、ニューフランスですかね。ああ、うん。で、書いたっぽい。もうニューフランスね、いい曲あったもんね。Where the boys are?Someone waits for me. 知らないでしょ。小学で初学知りまへんやろ。初学スモーバー風景やみな、おもろかったな。ここにそれだけおったら盛り上がんねんけどな。カレンダーガールの人、カレンダーガール、あ、悲しきインディアンのこと言ってるの。あ、それ知ってますわ。先生、悲しいクラウンだ。クラウンだ、クラウンだ。違う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 。インディアンは何だったの。悲しいインディアン。ついてかれへん。ダンド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 ン。ニュースの中じゃない。あれ、ニュースの中じゃないんだ。初代原田によかったですよ。なるほどね。なるほどね。まあ、また初回からこういうことですからね。果たして私はついていけるのでしょうか、この番組に。素晴らしい。素晴らしいね。だけ楽しんで。実話には本物の感動がある。What I feel is the freedom of life, the wonderment of life.レナードの朝、4月5日ロードショー。ダダーン、ぽよよぽよよ、ダダーン、ぽよよぽよよ。ピップのダダーン新発売。ダダーン。突然ですが新番組が始まります。頑固親父に泣き虫親父、スターの親子も毎回登場。私もお父さんです。私はお父さんの子です。こう見えてもわしも父じゃ。いつ見てもへいへいボンボン。健全な動脈、その機能はトラブルを起こしていても自覚症状のないのが循環器病です。トラブルの主な原因は普段の生活に潜んでいます。見直しませんか、あなたの生活。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。